タイム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 。皆さんこんにちは、ファンタスティックスフロムエグザイトライブの木村圭人です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。最近はどうですか？どのようにお過ごしです？そうですね、最近はリハーサルや会議が増えてきましたね。ああ、会議もあるんですか？はい、そうですね、やっぱりこういう状況なので、その皆さんに楽しんでいただけるようなエンターテインメントが何があるかなっていうのを話し合ったりとか、それに向けたリハーサルとかもやっています。ああ、こういうのをお見せできたらいいなっていうの、メンバーさんも話し合われるんですね。そうですね、基本はそのスタッフさんから言われたものに僕たちが意見を言うんですけど、まあ、僕たち発信のそういうなんかプロジェクトだったりとかも あったりしますね。ああ、それはまたね、ファンの方からしたらめちゃくちゃ嬉しいと思いますけれど、はい、はい、今週も山口と東京テレビ電話でリモートでお伝えしていこうと思います。お願いします。はい、さてさて、今週もお便りいただいているので紹介していきますね。はい、山口県山陽小野田市にお住まいの愛さんからいただきました。はい、デビュー前から圭人のファンです。お、嬉しいです。圭人の山口弁が可愛すぎて山口県に生まれてよかったと改めて感じています。圭人に山口弁のわやという言葉をぜひ使ってほしいです。圭人くん、また山口にも来てくださいといただきました。はい、ペンを取り出してメモをしています。圭人くんが、ありがとうございます。いつものメモメモタイムが、メモメモタイムです。わやっていう、なんだこりゃ。そう、これね、私、なんか標準語のように使っとったけ、なんて言い換えたらいいかわからないから、ネットってか辞書で調べたんですけど、はい、筋の通らない無茶とか無理っていう意味なんで、まあ、否定的な意味というかネガティブな感じなんですよ、どちらかというと。はいはい、じゃけ、なんやろ、わや言っちゃいけんよみたいな、そんな無茶言っちゃいけんよっていう時に、わや言っちゃいけんよみたいな感じ、はい、あ、無理言っちゃダメだよみたいな、そうそう、とかなんかもうほんまね、今日わやじゃったみたいな感じ。今日なんかあんまうまくいかんかったとか、なんかほんと、いや今日良くないわって時に言うとか、あとなんか散らかってるとか、はい、物が散らかってるとか。そんな、このわやには意味があるんですね。なんか結構便利なんですよ。だけどなんて言い換えたらいいかわかんない、難しいって言ったのそこがあって、なんかこう、もう最近忙しくて掃除できんくって、もう家がわやなっとるよね、みたいな。ああ、そうそう、それ使いですね。そうそう、ぐちゃぐちゃなっとるみたいな感じかな、うん、っていうのを使ってほしいっていうことなんですけど、はい、何やろ、ね、このワイヤーって、うん、あの人をびっくりさせるときわーって言うじゃないですか。うん、うん、それを山口の皆さんはワイヤーって言うのかと。かわいい。なんか使ってほしいって言ってくださったのかなって。ああ、なんかでもそのテンションで言うこともある。いや、もうこんな辛いこともあってさ、もうほんとね、すごいひどかったんよ、あんなこと言われて、もうわやじゃんみたいな感じ、そのテンションで言うこともある。もうわやじゃね、なんなんみたいな感じで言う。無理みたいなですね。そうそうそう、もう無茶ばっか、無茶やねあの人みたいな感じ、筋通ってないねみたいな感じかな。でもなんやろ、なんか可愛く言ってほしいな、せっかくやけ。はい、じゃあなんやろ、わやしちゃいけんよとか、もう体が大切なんだからわやしちゃいけんよ。いいじゃん、いいですよ、いい、どんどん上手くなった。今のめちゃくちゃ良かった。だって私が出した例文をなんかアレンジして言ってくださいましたもんね、はい、今すごい、例文をそのまま言うのはあれかなと思った。だんだん山口化計画がちゃんと進んでいる。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はい、わやをまた新しく加えてください、山口弁辞典に。で、もう2通来てて、2人の方から同じ方言来てるんですよ、はい、ラジオネームあいちゃんさんから。はい、圭人くん、あやかさん、こんにちは。こんにちは。毎回欠かさず聞いています。毎回圭人くんとあやかさんのトークとても楽しみです。さて、圭人くん、山口弁には慣れてきましたか？私は山口県民ですが、標準語だと思って一生懸命話してても通じない言葉がたくさんありました。いや、わかる。両親は東京や千葉出身なのですが、私は純山口県民です。
私は山口弁で話しますが、親は標準語を使っています。んー、私が痛くて痛くて耐えられないとき、両親に通じなくて困った山口弁をクイズで出そうと思います。はい、てれん、山口弁には水張りが立ったという方言があります。はい、私はずっと標準語だと思っていました。その方言の意味は何でしょうか、といただきました。のミキヤンさんからも、水張りって何だと思いますか、はい、ってお便りいただいてるんですよ。水張りが立った、わかりますか、これ。水張りだった、水張りが立った、水張りっていうものが立つんですよ。あんな水張りってなんか痛い時に、そう、痛い、なんか地味に痛い、我慢できるけど嫌だみたいな感じ、鳥肌が立ったみたいな。あーでもそんな感じ、そのなんか痛い時に、痛い痛い、なんか地味に、なんやろな、なんか襖とか掃除しとったら水張り立つかも、はい、わかんな、どういう時に水張りって立つかな。掃除しよる時とか工作しよる時に水張り立つ。板を使った工作とか板を撫でたりとかした時に水張りが立つ。もう今やってる、画面の向こう側でイメトレをやってる、はい、なんだ、わかんない。針よね、針っぽい。でも なんかいるんですよね、イメージ的に。それはどう言葉に、地味、ほんまに地味に痛い。なんやろう、なんかそんなによくは起きないけど、はい、まあ、地味に指見た時に、わ、水張り立っとる、ピッみたいな。皮が、あー惜しい、水張りが立ったらちょっと皮が取る、むけるかも。あ、水張り立っとる、うんって取る感じ、ピッて。ささくれではないですね。あ、でも、おー、近づいとる近づいとる。ささくれは自分から発生するものじゃん。はい、じゃない、こうなんか外部から来る。え、なんだ。え、水張り立ったことないのかな、なんだろう。答え言っていいです？はい。木の端が指にちょって刺さることないですか？あ、そういうことか。そう、そういうことです。ああ、あの木の破片ってか。そう。あれか。細いのがシュンってなんか刺さって、なんか地味に痛い時あるじゃないですか。で、それピッて抜くみたいな。ピッて抜いた後にちょっと地味に痛くなってくるやつね。そうそうそう、気になる、刺さっとったら気になるし、はい、なんかちょっと取るのを失敗したらなんか取れんみたいな。あれを水張りが立つって言うんですよ、山口弁で。すごそう。なんて言うんですか、標準語で。そういう状況の時、木が刺さった。あー、そうなんや。そういう特別な言葉じゃないんですね。なんか私、昨日机の裏触って、机の上触ったら水張りが立った、そう、痛かったよねみたいな感じで使うっていうね、例文いただいてるんですけど、なかなか使う機会もねないと思いますけど、ちょっとそうメモしといてください。メモしてる。あと山口県のミキヤンさんから、推しピンって何だと思いますか、はい、って質問来てるんですけど、推しピンって方言なの？方言なん？推しピンってわかりますよね。推しピンっていうのはその、まあ例えば応援してるグループの一人がいるみたいな。嘘やん、推しピンって方言なん？嘘、今初めて知ったんですけど。私聞いたことないです、本当に。推しピンってあれよ、画鋲、あの先に先がついとる画鋲。学校のプリントちょっと推しピン使って貼っといてみたいな感じ。いやいやいや、なんで？画鋲です。いや、嘘やん。すごいショック。これずっと標準語やと思って使ってまた私。いや、これまた勉強になりますね。いや、私も勉強になった。ちゃんと一緒に勉強しましょう。標準語の勉強。ね、ちょっと衝撃。東京出身のケイト君にもいろいろ教えていただきたいなと思いました。さて、今週もそろそろケイト君セレクトの一曲を紹介してほしいなと思うんですけども、今日はどうしましょうか。今日紹介する曲はですね、あの僕があの好きなアニメがあって、そのアニメがメジャーっていうんですけど、はいはい、主題歌というかオープニングテーマソングみたいな。おお、はい、今日は紹介したいなと思います。お願いします。
それでは聞いてください。ロード・オブ・メジャーさんでプレイ・ザ・ゲーム。お聞きいただいたのはロード・オブ・メジャーさんでプレイ・ザ・ゲームでした。これ結構前の曲ですね。2007年、だから10年以上前ですね。僕がこのシーズンを見てたのはリアルタイムというか、まあ、そこから何年か経って子供の時に見てたんですけど、あ、再放送というか見返してみたいな感じですよね。お正月のイメージがあって僕の中で、ほう、毎年お正月に一気見っていう、なんか一気に放送されるんですけど、そうなんですね。それをきっかけでメジャーを見るようになってめっちゃハマりましたね。うん、お正月のイメージ、確かにお正月の番組のイメージそれぞれ違うかも。そうですよね。私グレムリンなんですよ。はい。グレムリンってわかります？グレムリン、あの動物ですか？そう、ギズモ。はい、そう、あれがなんかお正月あたり深夜になんか放送してることが多くて、なんかお正月ってグレムリンのイメージ。ファンタスティックタイムいかがでしたか？はい、ちょっとケイト君にとっても衝撃の山口弁、私にとっても衝撃の山口弁が出てきましたね。そうですね、はい、今日100点出たんで。確かにめちゃくちゃナチュラルに山口弁を使いこなしてたから、ニュアンスが分かってきました、山口県の。本当です、はい、これは今後が楽しみです。皆さんからの質問や感想メールもお待ちしています。宛先は koi@kry.co.jp です。ケイト君、お知らせお願いします。はい、9月23日に発売されます僕たちの6枚目のシングル「ワインディングロード未来へ」のミュージックビデオが公開されました。イエイ、かっこいいんですよこれがまた。ありがとうございます。今回ですね、僕が振り付けさせていただいたんですけど、その僕が振り付けるときってその歌詞を忠実に再現したいっていう気持ちがあるので、歌詞一つ一つを大切にしてそれをパフォーマンスに乗せて振り付けることが多いので、皆さんそういった面でも楽しんでいただけたらなって思います。ケイト君の思い、そしてファンタスティックスの思いがたくさん詰まった新曲ですね。いよいよ今月リリースです。皆さんぜひチェックしてください。お願いします。以上、ファンタスティックス from EXILE TRIBE 木村ケイトでした。また来週。